全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。1番ベルビルジョーカーペースを作ります。4番ニーユグレーム譲りません。17番アルコイリス先頭に入れ替わります。続きまして2番スタシェリン、外を抑えて12番インパストミュー、各馬1コーナーに入っていきます。3馬身相手7番クレイジーさん、続きまして6番ドーキング万歳、少し差が開いて13番ケイオーファースト、10番ショービカレン、この辺りが中段。その外11番クロノサンセット、外を抑えて14番オルミッキー、これからバックストレッチに向かいます。内を抑えて3番ボーボーエリザベス、その外16番カミノガーデン、少し差が開いて15番クリーンウェーブ。 1000m の通過タイムは1分0秒5、内から8番パンチャンチャン、後ろに18番アールフロンティア、これを見るように内側9番キングガング、5番クマサンクローガー後方、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってピーユグレーブ、差がなく17番アルコイリス、1番ベルビルジョーカー好位をキープ、2番スタシェリタ、後ろに12番インパストミュー、各馬大欅の向こうを通過。3馬身相手7番クレイジーさん、少し差が開いて6番ドーキング万歳、少し差が開いて3番ボーボーエリザベス、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、横いっぱいに広がったイーユグレーブ、抜け出せるか。400を切って先頭イーユグレーブ、その後アルコイリス、ここからが勝負どころ。わずかに先頭はイーユグレーブ、ここで先頭が変わった。あと200、スタシェリもらえにかかる。先頭が変わった、アルコイリス、スタシェリ、スタシェリ差し切って合輪、勝ったのはスタシェリ、鞍上は戸崎啓太騎手。スタシェリブリーダーズカップを見事勝利しました。2着アルコイリス、その後3着ベルビルジョーカー、